今回は375話めちゃくちゃについて、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。とりあえずつゆちゃんが生きててよかった。お茶子つゆエンデバーサイドに参戦か。つゆちゃんの下、大丈夫だよな大丈夫だよな。あくまで誘引剤で毒物じゃなくてよかったね。最後はアップゲート閉じてつゆちゃんのベロ切断されたら泣く。やっぱりあのお天気姉さん関わってくるんだな。お姉さんが関わるというか、日本の異常発達積乱雲、魔王オールフォーワン氏がらきの行く末を世界中が注視して速報で伝えてるっていう描写かも。関わってくるっていうかお姉さんの言ってた、一人の力で世界は変えられるの一人は誰だみたいなことだと思った。その一人って一人一人かっこの頑張りとかいうことじゃないのか。誰も死ぬなよ。プワイスを拡散。これマジでステインの個性でプワイス一斉停止展開あるだろ。ステインは今の連合大嫌いだろうしかっこ好きな時期なんてない。核戦場に送られたってことはステインが山荘跡地にいるって条件がなくなるのがでかい。第三陣営として最高戦力であるだろうステインが。オールマイト励ましてフェードアウトなわけないだろうし助立ちしてくれそう。ステインの個性って日本全土に効果出るのかな。本人の血液舐めればいけるんじゃね。逆にここで生かすべき個性とキャラクター性だからあると思うな。凝結の個性の有効時間を知りたいのにプワイスの血液型が不明なのがやきもきするぜ。動けなくなったらコピーも作れないだろうしな。ダビツエにまぶたまでなくなって、これアニメでやったとこの続きだよな。お茶とがアニメが最新話のあたりとちょうどリンクしてるのすごい。アニメに合わせてきたな。どういうゴールにするのやら。とりあえずお茶子ちゃんとつゆちゃんが無事なのは安心したが、ヒーロー側からしてみれば心折れてもおかしくないよ。恋バナか、今更すぎるな。自分から絡んできといてまだそんな話もしてないのに勝手に諦めんのかい、ってノリなんじゃね。デッドマンズデスパレードの時のホークスの表情。美しい、これ以上の芸術は存在しないでしょう。仲間が成功すると信じての行動、これが絆の力か。最後の構図的にお父さんしっかりダビのこと見てくれてるようでよかったね。油汗ひどいけども、脇汗と思ってびっくりした。それどころじゃないわ、つゆちゃんが二人いるコマエッチだな。エンデバーに今度こそ頑張ってほしいが頑張れそうじゃない顔してて不安だ。キノコちゃん読者の気持ちを代弁してくれるとは。本当にヒーローサイド罪ですやん。全面戦争の巻き屋到着に近いものを感じる。トガに逃げられたお茶子、ダビと快適するエンデバーでちょうどアニメあたりの再現になってる気がするね。言動がハイエンドの有無と同じ片言だけど、ここだけ見ると完全に黒霧復活した感じね。そして真っ先にホークスの名前出すあたり、最優先なのはホークスへの復讐か。どうしたいですか。なら黒霧らしさ残ってると言えたけど、片言の有無不調なのが黒霧でも白雲でもない感じがして辛い。でもあいつ前から丁寧口調から生意気だぞ、メガネまで幅広いよ。仕方ないんだろうけど、トガちゃんがホークスへの復讐優先になってしまうのはちょっと悲しい。デクに恋人になってとかお茶子と話したりしてたのが遠い昔のようだ。ちゃんとホークスがトゥワイスを殺したとこが記録として残ってるから、その先を考えるにしても仇討ちはしときたいところだろう。復讐ってのは残された人がスッキリして進むための行為でもあるから。プワイスがトガちゃんに自分の復讐してほしいかっていうとよくわからんな。この場合プワイス関係なくない？トガがしたいかどうかだから。あとはプワイスも仲間が望むなら喜んでやると思うよ。あいつは自分が殺したいのとトガちゃんが殺すのはまた別だしな。まあトガちゃんの気持ちには関係ないことだ。しがらきたちがしっかり聞いてるね。たちにはどこまで含めるんだ。オールフォーワンは入るのか。エンデバーは大声で今からお父さんがオールフォーワンぶっ倒して死ぬまでお前を見てやるからなと言ってやれ。腕もげホテリおじさんにそんな元気はもう。勝つって言ったじゃないですか、ナンバーワン。ほんと、ステインの力って距離の限界はあるのかな。ないならちょっと無敵よね。無敵かな。そもそも血を舐めた人が大量にいるって特殊すぎないか。
増殖プワイス限定で無敵という、今まさに超求められている無敵具合だな。トガチャンク長のプワイスという絵面にちょっと頭がバグる。派生でトガの区長と動きのリーダーとコンプレスはあったらしいな。ちょっとだけマグネのこと思い出しちゃうよね。この絶望顔よ。ホークスはまだあがこうとしてるけど、一番危ないの君やで。近接弱いキノコちゃんを誰か守ってあげて。不謹慎だけどちょっとゾクゾクするわ。ホークスの真の真のところがむき出しになっていく感じ。単に自分の命が危ないだけならここまで追い詰められてないからな。何が何でも阻止したはずの最悪のシナリオを、ヴィラン側に前提条件ひっくり返されたんだ。想定していた最悪をさらに超えられた。血液多めに採取して遠くから数分ごとにペロペロやったら何度も止められるんだろうかステイン。まあトガと同じで鮮度とかの問題はあるだろうけど。トガちゃんクレバーで良いね。今まで基本的にやりたいことをやるだけの動きだったのが懐かしさすら感じる。今はちゃんと全体的な戦局考えてるからな。トガちゃんはまた赤い鳥さんをチューチューしちゃうのか？なんかフラグみたいでゾッとした。トガちゃんはホークスの血は吸いたがらなそう。滅多刺しにはしたいだろうけど。前話のホークスはトガちゃんだったのかな？ちょっと面白い。今回のトガは結構冷静だったしトワイスのコピーな気がしなくもない。トガちゃんはツユちゃんのゴーグル持ってた方じゃないか？ちょうど今回ツユちゃんに変身してたことが判明したし。拡散ってことは他の陣営にもトガプワイス送られてるんだろうか。避難所に送り込まれたら終わりじゃん。避難所は地下を移動し続けてるし座標は把握してないだろう。内部のスパイも連絡できないだろうし。スケプティックがなんかハッキングしてたとこで不穏だったからヤバい気はするんだよな。暴食ボールとクイーンビームのマセガキキッズたちが対処したり。ここ全面戦争の巻き上がった時の思い出した。ホークス VS 全盛期オールフォーワン、エンデバー VS ダビって感じかな。トガプワイスはそれら全てを巻き込んで蹂躙する感じで。これね、逆に大楽天フラグでしかない。メスジニアミリオのような誰かが駆けつける、として誰が来てくれるだろう。オールフォーワンに一矢報いたいだろう人というとナガン。止血高校、血物学園、海外ヒーロー、ステイン、ジェントル、ナガン、さあ好きなのを選べ。そこは現実は非常である選択肢も加えなさい。ナガンはオールフォーワンをなんとか倒したがまだ本当にギリギリ生きていて、限界で一歩も動けないヒーロー陣営にとどめを誘うとした瞬間頭を射抜いてほしい。なんかすごい距離移動して落ちてきた遊泳校舎をプワイスに落とそう。ゴキブリホイホイやんけ。引退ヒーローもあり？デステゴロと鎧武者は一コマでいいから戦ってるとこ見たい。オールフォーワンは感染モードか別の相手を狙いに入る気がする。羽もなくなって刀一本のホークスを、まともに相手にするよりトガプワイスに蹂躙される様子見る方が楽しいに決まってるからな。でも本人はなからトムラを助けに行かせてもらうよって言ってたぜ。さすがに感染モードはないんじゃないか。まあそれを言うなら俺は、とっととワープ使って空飛ぶ遊泳に向かうって予想してたから。最後のシーンでなんかまだこの戦場にいようとしそうな雰囲気なのにちょっとびっくりしたんだけども。そこは同感。要はホークス相手にわざわざ戦うことはないだろうという意味なので。時間制限があるから戸村行って助けたいみたいな感じだったね。ホークスはそれを邪魔しようとしたとこでのダビトゥワイス。ワープも復活したからこれから移動しそうではある。初手からモノマの力で敵を分断したのに、本家の力でまたあちこち来られちゃうという。けど抹消使ってないとデクが行く前に遊泳の戦いしがらきが終わらせちゃうし。太いね。かっこ現実逃避。役者は揃ったみたいやね。人気投票の結果発表の時に関東もらうだろうし。その時に合わせて反撃ののろし上げてくれ。そういやにはハイエンドノーム超再生が入ってないそうだけど。超再生がデフォであるのにないとなると、しがらきが奪ってた？超再生複数持って再生速度上げるとかやりそうだし。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。